ピンポン。あ、どうかしたんですか？あ、いや、なんでもないんや。気にせんといてくれ。もしかして、これ、どれだよ。大丈夫、私はわかってるみたいな。その面引っ込めろ。あ、わかった。もしかしてあかりちゃんで。あ、最近動いてなかったもんな。私だって一瞬で激痩せですよ。なんだろう、アスヒは維持したいんだわ。じゃあ、どうします？これ使います。ブーメランか。確かにとりあえず投げてれば二の腕とかに効きそうやな。よくお似合いですよ。では次はこちら。違うよ。え、うちは運動したいんや、普通にね。はあ、ではついなちゃん。いやっさ。では皆さん、よく目を見開いて。ここに注文。何を？ついなちゃんの槍の上、こうすることで、ここで運動することが可能です。不可能だよ。すると、なんということ、顔出し激しい。顔の表面だけ？もっとバランスよく痩せる方法はないですかね。うん。ではこの、高校時代80キロ系女子と呼ばれた私がたった2週間で45キロに痩せた方法、挽回風を貸してあげましょう。何そのうさんくさい雑誌。なんか今挽回しなかった。方法を解説します。まずこう叫びましょう。マジカルマジカルボディーボディー。しょっぱなから人の感情を捨てろと。私のボディーがグラマラス。あ、そうです。ピッピキピー、ピッピキピー、ピッピキピー、あら、ピッピキピー。できるか？そんなアホみたいなことできるわけないやろ。うん、そうですかね。あ、もうこんな時間ですね。では今日はこれで。お疲れ様です。ああ、またな。うん。マジカルマジカルボディーボディー。私のボディーがグラマラス。あ、そうです。ピッピキピー、ピッピキピー、ピッピキピー、たら、ピッピキピー。ピンポン。イエーイ、視聴者の皆さん、見てる？さて、今日の動画はリモートでのお届けになります。最近はオンラインでのコミュニケーションも当たり前になってきたからな。それぞれの自宅から動画をお届けするな。ついなちゃん。はい。お、ええ感じやな。こっちも問題なさそうです。オッケー。お次はゆかり先生呼びましょうか。ゆかりちゃん。はい。お母さん。どうもこんにちは。ゆかりの父です。お父さん。うっそぴょん。ゆかりのまっまです。ま、わ、いつも通り面白いですね。あったー。あかりちゃん。相変わらず父でかいわね。お母さん。あったー。あなたがついなちゃんね。ドリルが可愛くてして。ドリルねーな。いる。いらんいらん。ところでゆかりちゃんはどうされたんですか？いや、さっき制服に着替えてくるって言ってどっか行っちゃってねー。あ、戻ってきた。もう何してるの？ママ恥ずかしいでしょ。もうあんた何してんの？友達待たせて。着替えてたの？もういいからあっち行って。あらあら、寂しいわねー。まったく、ほんまなくええな。元気いっぱいなお母さんでしたね。いやいや、カメラには映らないでって言っといたのに。お菓子持ってきたわよ。お母さん、みんなも食べてねー。いやいや、リモートですからお菓子はいただけませんよ。はいどうぞ。はいどうぞ。お母さん。じく、歪んじゃいました。そんな甘栗剥いちゃいましたみたいに言われても。もうお願いだから邪魔しないでよ。あらあら、ママも嫌われたわね。昔はママ大好きってべったりだったのに。まあ今も普段はそんな感じだけど。やめてー。ピンポン。先輩、どないしたんや。ずっと気になってることがあるんですが、聞いてもいいですか？ええよええよ、何でも聞き。では。ゆかり先生ってなんで先生なんですか？ああ、そのことな、それはな。あれ、なんであいつ先生なんだっけ？実はやんごとなき事情があってうちの口からは話せないことになっとるんや。そうだったんですね。本人来たら直接聞いてみ。先生、なんで先生は先生なんでしょうか？ああ、そのことですね、それは。あれ、なんで私先生なんだっけ？周囲からの期待、周囲からの期待を胸に毎回あんな気候に走ってんの？まあ先生が先生たる理由なんて明白ですよね。それは私が天才だ。ごめん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 。何か私に言うことは？ドリドリ。嘘。帰らないで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 。落ち着いて。それはこっちのセリフだよ。なんでそんな笑顔なんだよ。なんで先生なんですか？そして攻めを止めないついなちゃん強い。おほほ、私、バッタの煮込み料理で会社を立ち上げる方法をレクチャーしてるものです。斬新すぎる企業方法をやめろ。やだ、私煮込まれちゃう？君バッタ、一緒に煮込まれましょう。おめえまかよ、バッタの輪を広げんじゃねえ。ところでなんで先生なんですか？ついなちゃんの意志の強さを垣間見た。私バッタ取り。ボディに取り付けるバッタがいるか。ところでなんで先生なんですか？ブレないその気持ちが大事。ドリ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 。ところでなんで先生なんですか？知りません。うおい。え、これを読め。今、もともとデッドバイデイライトっていうゲームを解説するっていう立ち位置だったので先生ってつけました。ちなみに思いのほかプレイングがクソすぎたのでポンコツキャラも塗布されました。だって、なんか偉いもん塗布されてんな。